で、そこに2002年2月5日に日蓮宗の、寺院として東南アジアで初めて、一念寺という、お寺を開堂しまして、それ以降この10年近くこのお題目信仰、まあ、法華経の、信仰をずっとこの10年間守ってらっしゃった信徒がいます。で、まあ、今日は紹介しビデオで紹介させていただきたいのはこの、ウェサックっていうお祭りが、東南アジアの、東南アジア、まあ、もうタイもそうだし、スリランカでもそうだし、このラオスでも、まあ、仏教国は皆さんこの、タイ、旧暦の4月の満月の日に、お釈迦様の誕生とお釈迦様の浄土とお釈迦様の涅槃を、お祝いする祝日があります。で、そうですね。で、今日はそのベサックの様子を紹介したいと思います。で、どのようにこの何ですかこの日本のこの日蓮宗の仏教がこの、ペナンの町に、と一緒になろうか、日本の仏教であるけれども、どうマレーシアの、文化に馴染もうとしているのかっていうのはいい例だと思いますので、ビデオを流させていただきます。
そうです。後で写真もありますので、はい、そこで解説させていただきます。